安田雅史と的場浩司のセカンドベース。こんばんは、安田雅史です。的場浩司です。皆さんお元気ですか？今回もどうぞよろしくお願いいたします。さて、新型コロナウイルスの話題はまだまだニュースやワイドショーなど各メディアで、掘り下げておられます、取り上げられておりますが、振り返ると、年明けから早々もう半年、この新型コロナウイルスの話ばかりです。歴史的に、僕らの子供や、孫の世代にまで、続く、おそらく語り継がれていくぐらいの、危機的な状況の中で生きているというよりも、生かされているというさえ、ちらっと思ってしまう時もあります。そして忘れてはいけない、大事なこと、見えない敵と戦うジレンマについて、避けて通れずお伝えしていく、その責任感みたいなものを感じざるを得ません。まだまだ、新型コロナウイルスは収束していないという現実を、十分認識しながらも、ささやかながら、こんなラジオ番組ですが、マイクの前で、発信させていただいている立場として、少しでも、楽しんでもらえるように今回も頑張っていこうと思います。そして前回も申し上げました通り、非常事態宣言が解除されたとしても、全面的にいろいろなものが元通りになるまでは、時間と手間、そして新しい生活様式の導入など、まだ完全復活には程遠いとは思っております。これも、繰り返しになりますが、恐縮ですが、今後も、感染拡大防止の不要不急の、外出や、3つの密の回避などはまだまだ、とても大事なことだと思います。どうか皆さん頑張って続けていきましょう。僕らも頑張ります。そして僕らのような者たちが、まだこの番組を通して新型コロナウイルスについてのメッセージをお伝えしなければならない状況にあるということをご理解していただけたらありがたいです。今回もどうぞ最後までよろしくお願いいたします。この番組セカンドベースは、再編集映像配信版として、放送後約1週間程度で YouTube にアップしていただきますので、ラジオセカンドベースで検索いただきますよう合わせてお願いいたします。それでは今回の最初のコーナーは、お楽しみプレステージのコーナー。このコーナーは、僕が担当させていただいている月の前半の放送で、お伝えしている今月のプレイリポートのコーナーに、連動する形で、これから見に行こうと思っている、舞台などの上演情報を僕の好みというか、いわゆる、独断と偏見でご紹介させていただくコーナーになっております。はい、今回も、2作品、ご紹介させていただきたいと思います。1作品目は、殺意ストリップショー、はい、公演日は7月11日から7月26日まで、場所は、三軒茶屋シアタートラム、出演者は、鈴木杏さん、僕がですねこの作品を、拝見したいと思った理由はですね、はい、あの舞台関係の方なら、皆さんご存知の、栗山民也さんの演出でして、三好十郎さんの作品であるということです。はい、以前も、今月のプレイリポートで、栗山民也さんが、演出されました作品を、取り上げさせていただいたので、ぜひそのつながりもあってですねこの作品、拝見したいと思いました。またこの作品、一人芝居の舞台となっておりまして、はい、以前風間森尾さんの一人芝居を、感激しまして、はい、その一人芝居 その熱量っていうものを、強く感じまして、ぜひですねこの機会に一人芝居その舞台の面白さというか、うん、その強さをですね、うん、もう一度体験できたらなと思いまして、この作品選ばさせていただきました。なるほど。そして、2作品目は、小松座、人間合格です。公演日は、7月6日から、7月12日まで、場所は紀ノ国屋サザンシアター高島屋、出演者は、青柳翔さん、塚原大輔さんが他多くの方々が出演されております。はい、この作品は、1992年から、上演が繰り返されている名作でして、はい、僕が、この作品拝見したいと思ったのは、題名からも分かる通り、太宰治さんの人間人生を描く作品となっています。僕も人間失格は、読ませていただきまして、その内容をですねまた太宰治さんの人間性をどう描くのかっていうものを拝見したいと思いまして、この作品を選ばさせていただきました。はい、またですねこちらの作品が評伝劇というジャンルになるそうで、はい、ちなみにこの評伝劇というのは造語でして、はいはい、評伝とは、
その人についての批評を交えながら書かれた伝記のことでして、それを舞台用に描かれたものが評伝劇。日本でも何人かの著名人について評伝劇があるそうです。あ、そうなんですね。そういったですね、こう情報をこう仕入れながらですねなるほどね、こう見に行かせていただきたいなと思いました。はい、以上お楽しみプレステージのコーナーでした。思いっきりゲーマー2のコーナー。さて続いてのコーナーは思いっきりゲーマー2。このコーナーは、ゲーム好きな僕が独断と偏見で昔やっていたゲームや、まあ、今流行ってるゲームなどいろいろご紹介させていただくコーナーとなっております。今回ご紹介するのは歌ドンという、歌ドン、はい、まあ、ゲームというかスマホアプリですね。はい、はい、この歌ドンは、株式会社トモミュージックにより、2017年にリリースされております。はい、で Android と iOS ともに、対応しております、はい、このアプリですね、基本的無料アプリで、まあ、どんな、アプリかと申しますと、まあ、歌ドンって言ってるからには、まあ、ちょっと音楽が、かかってくるやつなんですけど、はい、まあ、一言で言うと早押し曲当てゲームみたいなもん。あ、イントロドンみたいな。あ、テレビで、そうよくやってる、あれをアプリでやってしまおうという、ゲームとなっております。あ、はい、ジャンルはもう J-POP、K-POP、ロック、アニソン、まあ、ボーカロイドですね、いろんなあるんですね、はい、などなど、まあ、さまざまなジャンルの、まあ、音楽があるんですね、はい、まあ、この今僕が言ったやつ以外にも全いろいろありますので、またですね、その年代別ヒット曲などそんなカラオケみたいな感じで検索して、はい、そっからじゃあ曲当てクイズやろうとかそういうこともできたり、あとは、はい、好きなアーティストだけで絞ってそのアーティストだけの早押しクイズとか、だからいろんなそのジャンルで絞って、はい、その自分のその例えば得意な分野でどれぐらい自分が知っているんだろうとかいうふうにできるんで、だからもうその男女とかもその年代問わず老若男女、あ、言えてない、老若男女、はい、もう、はい、もうそういう世代選ばず誰でもできるアプリなんですね。本当に非常にこれは、ね、あのおすすめのアプリとなっております。まあ、僕自身その音楽が、はい、好きで、はい、このアプリ紹介、その友達の紹介だったんですけど、はい、これあの一緒にちょっとイントロクイズやろうぜみたいな感じのその流れでその友達とやって、うん、はい、これめちゃくちゃ面白いじゃんってなってそっから一人で、はい、そのあのなんだ、一人でもでき、一人でこのできるんですけど、はい、そのイントロクイズをやって、あ、俺あその好きなアーティストさんとかに設定してて、はい、わ、このアーティストさんの曲なら全然わかるわ、もう この3秒でわかるわみたいな、なんか優越感があるのかもしれないですね。あとあのこのゲームあのその何秒以内だったらそのレベルなんとかその、はい、評価されるんですよね、はいはい、でその評価、イントロの長さですか。そだからそうどれぐらいイントロの長さやっていくとどん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 その点数とか評価が下がっていっちゃって、はいはい、短ければ短いほどその点数っていうか評価が高くなるって言ってて、あ、今回ダメだったからちょっともう一回やるわとかそういう風に、そういう風にやってあのできるんで本当に楽しいですね。なんかあとあれですね、はい、その人のことをいっぱい知っていくみたいなイメージもありますよね。好きなそうアーティストの、あ、こんな曲あったんだとか、こんな歌い出しだったっけみたいな、面白いですね。なんか歌い出し、だい、まあ、僕自身なんですけれども、はい、その歌って歌詞とかそういうなんかサビとかに行きがちなんですよね、うん、僕はこれをやるまでは。あ、そうです、僕もそうですもん。そう、うん、でサビってさ、なんかその鼻歌とかでさ歌ったりするから覚えてるけど、はい、意外とイントロって覚えてないんだなって本当にこれやった初めにすごい衝撃受けて、あれ俺このアーティストさんのことは知ってたはずなんだけどなとか、だから新たなね、はい、境地に行く死んでわかるもんですもんね。うん、だからそのわかるようになるか、そうなるから、はい、あ、もうこれこれだ、あ、これが俺だ。しかもこれわかりやすいように何択とかなんですよ。4択とか、まあ、その、はい、確か択は自分で選べたんだっけな、ちょっとなんだと思うんですけど、はい、確か4択ぐらいで選べて、多分これだ多分これだとかいうふうにやってってるんで、その情報、そのアーティストさんのインプットがすごいですね。あの題名が分かんなくても押せるってことですね。そう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 、曲名パッてもう出てくるから、うん、あ、これだってみたいな感じで、しかもこの、あのアプリですね、まあ、無料アカウント登録すれば、はい、オンラインで他の人と、早押しクイズ対決っていうのができるんですね。
またオンラインが。そうそう、オンラインでその登録必要なんですけども、今回僕はあのちょっとあの登録はしてないんで、一人でコツコツやるっていう感じなんですけど、もしそのオンライン登録すれば他の人とつながって、本当にイントロクイズを他人とそのバトルできるっていうので、しかもあの年代別とか、あとはそのさっき言ったけどカラオケみたく、その何年ヒット曲とかやれば、あ確かにこの曲流行ってたのとか、俺が小学校の頃は2000何年だから、あこれだって言って、あこんな曲あったっけとか、おいい歌あるじゃんっていう、そういうその新たな発見もできるっていうので、その音楽がそれより自分の中で身近に感じられるようになったね。あ、じゃあ自分に合ってる曲とかも、そう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 、カラオケとかでも選びやすくなるかもしれないですね。あじゃあ今度これしかもこれイントロだけしか聞かないんで、はい、あの初めの30秒ぐらいかなしか聞こえないから、あじゃあ次ちょっと YouTube 行ってちょっとどんな曲か調べてみようとか、そういう風にそうそうやって、はい、そのあこんな歌を歌う人なんだなとか、うん、あのこういうイメージの人だったけど、あこんなその例えばだけどそのロックな人がいきなりバラード的な感じのやつ出てきて、あ全然イメージ違うけどすごいいい曲だっていうのがあったりして、本当にこのねその歌ドンっていう曲、本当にね、そのスマホさえあれば多分皆さん、ね、あの持っていらっしゃると思うので、しかも無料でできるので、本当にそのお子さんとねやったり、友達とやったり、同僚とやったり、本当に先ほどからずっと口酸っぱく言ってますけど年代問わず老若男女を教えた、ね、本当問わずできるので、はい、この歌はね、だからカラオケの練習の前にも俺はちょっとやってたりするね。そうなんですか。なんかさそのあるじゃん、その年代別ってさ、はい、そう調べられるからさ、うん、例えばその上の人とさじゃあカラオケやるぞってなるかもしれないじゃん。だからあこの時代のこの曲こんなの流行ってたんだとか、あその人に合わせた曲を選ぶこともできるってことですね。そう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 、だから、ね、本当にこれはね楽しいから、あのね、あのね、コシ君やってほしい。好きなアーティストとか、そうですね、いるでしょ。曲います、います、はい、好きなアーティストなり好きな曲だったり、はい、例えば自分のその生まれた年のヒット曲とかってやると、結構ね、あこの曲有名な曲だけど、俺と同い年なんだとか、そういうの本当に新たな違う観点からその曲の新たなその魅力というかその情報が仕入れられるから。僕あれなんですよ、ちょっと自分に共通点があるというか自分の誕生日とかと同じ曲だとちょっと嬉しくなっちゃうんですよね。あなるほどね、あそういうのあるね。有名人とかもそうなんで、 あと出来事とかもそうですけど、あ、ね、確かに親近感湧くからね、もっと聞いてみようってなりますね。そう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 、あとはその他の曲、そのこの人の他の曲どうなんだろうとか、本当に幅が広がっててね、自分その俺の中の、はい、そのねあの曲のこの固定概念って言い方はおかしいけど、好きなジャンルが結構増えたっていうのもあるので、ぜひ皆さんもねこれやっていただき、あのねやってあのねインストールか、インストールしてほしいなと思います。はい、はい、以上思いっきりゲーマー2のコーナーでした。もっけだの山形ということで、今お聞きの番組セカンドベース、担当は若手俳優安田雅史と、同じく、若手俳優の的場浩司でお送りしております。はい、ということでタイトルコール初めから言っちゃいましたけど、ちょっと台本をミスってしまっていいいいもっけだの山形ということですね。はい、はい、ということでこのもっけだのは山形の方言でありがとうという意味だそうで、うん、まあ、標準語に直すとありがとう山形というタイトルコールで、浩司くんふるさとの山形の魅力を紹介していただくコーナーです。はい、では浩司くんよろしくお願いします。やっぱりあれですね、もっけだのって嬉しいですね。あそうはい、まあ、なんかこう題名というかね、あ入れてくる名前になっていくとすごい嬉しいなと思います。あ本題に戻ります、すいません、はい、さて今回は山形のさくらんぼについてご紹介させていただきます。山形といったらさくらんぼという考えがある人、はい、そういった方をぜひですね、こうさくらんぼってこういった果物なんだということをぜひ、ね、紹介しました。今日覚えてほしいです。さくらんぼ、生産量日本一は山形県になります。はい、平成29年度の、調査によりますと、日本の、生産総生産量の約 75% を
日本じゃないですね、山形が生産しております。日本は 100% だわ。そうですね。でもですね、はい、実は世界的に見るとかなり生産量としては少ないということが分かりました。へ、世界で最もさくらんぼを生産している国はトルコ。へ、 その生産量は約60万トンということで、はい、日本は約2万トン。ああ、もうかなり少ないな。かなり少ないですね。確かにこうやって数字で見るとね。そうですね、そのこの量というのはですね、うん、やっぱりこう調べてみると日本一ではあるんですけども、やっぱりまだ量は少ないなと思います。はい、その理由はですね、後で詳しく説明させていただきます。はい、そしてですね、こう山形は、6月、第3日曜日を、さくらんぼの日と制定しておりまして、さくらんぼを漢字で書くと桜の桃って書くんですよ。それは初めて知った。応答っても読むんですけれども、桜の桃と書いて、でその桜んぼは桜の子供というのは皆さんご存知ですか？いや、俺初めて知った、これで。まあ、桜の桃って、まあ、確かそうですよ。そうか、あの桜んぼっていうのはこう由来がありまして、こう桜んぼっていうのは桜の棒って、あの、わかりますか？坊やの坊。ああ、坊やの坊ね。坊主とかの坊ね。そうです。土辺に型、うん、あの、そうですね、方向とかの方ね、方向の方、うん、で、桜の坊というのが始まりで、うん、そこからのがんになって、うん、桜んぼと呼ばれるようになったというまた説や、こう身が丸くて坊主頭に似ているということから、坊というその名前になったという説も諸説あるそうです。あ、なるほどね。で、あの、話を戻しまして、なぜこう日本は生産量が少ないのかと申しますと、さくらんぼは日本の気候風土では育てるのがものすごく難しいらしいです。はあ、なるほど。そのいろんな、すごく大変なんですけども、手間がかかるところは。そうですね、はい、うん、その冬眠が必要で、そのさ、あの花の芽がですね、花の芽がつく時期っていうのが、うん、あの条件がありまして、昼が暖かくて夜が寒い環境にないといけない。寒暖差が激しいってことですね。そうですね。そして、あの開花時期ですね、花が咲く時期が、低温で霜がない環境、ちょっと湿気に弱いみたいで、あの低温でないと いけなくて、ただしかしですね、こう逆に温度だけが高くなると、逆に実に栄養がいかなくて枝が逆に長くなってしまうっていう、肝心のものがならないと。そうなんですよ。で、またこう出荷時期はですね、これからの季節になるので、あの梅雨の時期が出荷時期に、あ、収穫時期になるんですけれども、うん、やっぱり収穫の時期、梅雨というのはやっぱりあの水が多いわけじゃないですか、うん、雨が多くてですね、うん、その雨に濡れちゃうと、逆にその水を多く含みすぎちゃって、実が破裂して、破裂というかこう裂けてしまうみたいなんですよね。なので、こうできるだけ雨が当たらないようにカバーしてあげる。またこう逆にそのカバーしすぎて日当たりが弱いと、日が当たらないと逆にあの色鮮やかな赤色の色はつかないということで、なんかそうですね、こう時期によってというか、こう日によってもう考えていかないといけない果物だったそうです。またこうそこまではいいんですよ、うん、いいというか収穫前なので、ね、収穫は大変だというのは他の作物も同じだと思うので、まあまあまあね、ただですね、あの摘み取った後の温度変化っていうのもすごく敏感だそうで、うん、その摘み取った後のその管理、ね、管理、温度管理も難しくて、こうお客様の手に届くまですごくこうなんていうんですかね、こう気が抜けないよってあの言っております。その言っていると聞きます。はい、いろんな点でですね、本当に難しい作物と果物だそうです。デリケートだね。そうですね。この本当にですね、こう地道な作業が多い。僕もですね、あの昔あの学校の時にこう栽培、まあさくらんぼじゃないんですけれども、うん、あの農家の手伝いとか農家体験みたいなところさせていただいて、ね、作物ね、育てるね、その栄養域ね、渡されるためにちょっとこう目をつまないといけなかったり、うん、いろんなこうね、苦労、手間暇苦労と忍耐がいるんですけれども、うん、そこにですね、そこを通して今こうね、自分たちの手に届いているのだなと感じまして、うん、調べてみてね。そうですね。こうあまりこの番組でも言わせて
言ってしまっていたんですけど、あまり食べないとは言ってしまったんですけれども、うん、ぜひですねこう次に食べる際はこう地元の山形のさくらんぼの農家だけじゃなくてですね、うんうんうん、いろんなさくらんぼさんと言ってしまいましょう、僕はさくらんぼさんに対して感謝を持って食べようと思いました。なるほどね。でもさ、食べたことはあるんでしょ、はい、食べたことはあります。安田さんはありますか。山形のさくらんぼってなんか高級っていうイメージが僕の中にはあるから、なんか手の届かないものっていう感じで。実際高いです。高いのは高いんですけども、やっぱりねその手間暇を考えるとそれぐらいの値段になっちゃうのは、今聞いてね、確かにね手間暇かかってるからその値段はねちょっとうなずけるなっていうのは今ね聞いて思った。だってもうそもそもとして日本の国土風土では、うん、気候風土では育てるのが難しいのに、はい、プラスいろいろその収穫時期がしかも梅雨で、うん、でも雨が降るのに、うん、あの雨に弱いとか、でもあんまり隠しすぎると日当たりが悪くて、あの綺麗な ね,、はい、ね色味がつかないとかさ、さくらんぼに限った話じゃないけどさ、やっぱ講師くんも言ったけど、はい、物を作るって大変だなって今考えられそうですね。本当になんか達人とかと似たようなものなのかなって思いました。達人、達人というかこう、技というかね、あいろんなものを、あの陶器とかを作るのと同じように農家の方々もすごい苦労されているのかなという僕は印象になりましたね。ね、農家はね、あの俺たちみたいな素人が語れるもんじゃないから ね, そうですね実際やってみろっていう話ではあるのかもしれないですけど、ね、そもそも土から作るとかいうのもあるからね、うん、まあ、お米だってそうだしね、うん、僕のさその出身栃木は、はい、そのとちおとめとか、はいはい、そういういちごがちょっと力入れる有名ですね、はい、作物なんですけれども、それもただただなんか食べるだけで終わってたなっていうのは今考えられさせられちゃったな。実際調べてみないとやっぱりわからないもんだなって僕は思いますね。そうだね、まあ、でも確かにそこまで考えて食べてる人の方が少ないけどね。でもねこれを機にね、まあその桜もとかそのね、そうですね、作物以外にもねもう作られてるものはあるからね、あのねそういうね生産者の ね大変さとかね、そういうものをね考えてね、感謝して、いろんなものに感謝してね、そうですね、生きてるものにも感謝して食べていた食べてというかね、こう、そうだね、続けていてほしいなと思います。そうだね、だから僕たちが精一杯できるのは感謝を込めていただきますということだね。そうですね、いただきます、言いましょう、ね、いただきます。すごい、もういいこと言ったって自分なのにこれ言っちゃうとねあんまり良くないね。いやでもいいことを言ってくださいました、ありがとうございます。はい、はい、以上、モッケダの山形のコーナーでした。皆さんもうエンディングの時間になってまいりました。今回の放送皆さんいかがだったでしょうか。皆様からのお便りお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-box.com セカンドベースまでお待ちしております。はい、ということで今回ね、はい、やっと僕の中では、はい、やっとさくらんぼの回が来たっていういつ言うんだいつ言うんだ、ラーメンが来たり寒かったりとか、そうです、ね、海鮮来たり、うわそれも俺も好きだけどってそうです、僕もちょっと溜めていたところがあります、ね、絶対さあれでしょ、まだ出さないよ的なはしてたでしょ時期が時期でした。まあまあ確かにね、そうですね、何時期が木を待ってたってこと、木を待ってました、あ作詞だね、この時期だっていうのね作詞まあ果物とかね、あの紹介するコーナーはあったんですけれども、まあまあね、でも旬っていうのが、うん、やっぱ旬にね紹介するのがね一番いいかもしれないから ね旬が一番美味しいからね、ものはそうですね旬が一番美味しいということ、いただきますということで、ね、それは何バカにしてる、俺してないですよそんなこんなそんなねこうちゃんとちゃんと行きましょう何ちゃんと行きましょうって、俺は最初からちゃんと行ってるんだけどな、僕は行きまし、僕はちゃんと行きます、わかりました、はい、はい、じゃあしっかりちゃんと行きましょうということでそれではセカンドベース、はい、次回も同じ時間にお耳にかかりたいと思います。番組パーソナリティは僕安田正史と的場浩司でした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。